おい、餌付け？あれはクレープ屋さんですね。甘い、ナタガラスの卵みたい。あれはアイスクリーム屋さんですね。冷たい、おいしい。やっぱり、え？バザールでデートしてるの見た。人前で手をつないで。変態！デートって照れんな。こうなったらお前を殺してでも死ねー。くぬー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 かんな。うわ、森かんなさんの番よ。先行、左足を赤。あ、はい、赤。後攻、右手を青。青。右足を赤。赤。左足を緑。はあ、カンナさんって柔らかい。でもそれならどこでも暮らしていけそうじゃん。いや、それがですね、早く遊びたい。次はスイカ割りです。やる。もっと右です。あ、行き過ぎ。もう少し左。そうそう、そのまままっすぐ。はい、ストップ。おお、イエイ。さすがカンナです。君、名前は？トール様と別れて。あ、様？何、どういうこと？知ってる。あなたがたぶらかした体で。ん？寝取られ。ん？インナーメガネ。いや、なんか誤解してない？インナーって…うわ、おっとっとっと。正直、結婚したいくらい。じゃあ、もっと仲良くしよう。その、心の準備が…最高は…小林…お？お腹減った。うん、分かった。朝ごはんにしよっか。ちょっと待った。今日サイコワと公園で遊ぶ約束した。そっか、行っといで。うん。小林さんは何か予定ありますか？たまの休みは家でゆっくりしたいかな。かしこまりました。小林さんがゆっくりできるようメイドとして全力を尽くします。いや、ほっといてくれるだけでいいんだけど。大丈夫です。みんなおとなしいドラゴンばかりです。不安しかないな。夏休みの宿題、何をしたらいい？そうだな、カンナちゃんが不思議に思っていること、知りたいと思っていることを研究したらいいんじゃない？なるほど、わかった。何してるの？小林の研究。トール様、この家には煙突ない？煙突ですか？ないですね。サイコワがサンタは煙突からやってくるって言ってた。雨雨雨雨雨雨。おお、面白い。そう、